ジェームズ・ジェローム・ヒル、ジェームズ・ジェローム・ヒル、1838年9月16日から1916年5月29日は19世紀後半から20世紀初頭にかけてアメリカ合衆国において鉄道経営を担ったカナダ系アメリカ人である。グレート・ノーザン鉄道、GN の最高経営責任者、CEO であり、 同鉄道を頂点とした米国北西部に展開した鉄道グループの総帥であった。それらの鉄道がカバーした地域及び経済に及ぼうした影響からエンパイアビルダー、帝国建設者と呼ばれた。ヒルは当時イギリスの植民地であったアッパーカナダのタウンシップ、ウェリントン郡、エラモサ、ゲンオンタリオ州に生まれた。幼少時の怪我により右目を失明していた。 9年間の義務教育の後、ロックウッドアカデミーに通ったが、父親が死亡したために退学しなければならなくなった。それまでに大数学、幾何学、測量、英語を収めていた。後年、彼が英語や数学に才を発揮したのは、こうしたバックボーンによる。昼の職業変歴は、ケンタッキー州における事務員から始まった。そこで働く間に母期を習得し、 アメリカに永住することを決意する。ミネソタ州セントポールに移住したのは18歳の時であった。セントポールでは蒸気船の会社で母機の仕事に就いた。1860年までに卸売業者に転職し、貨物の積み替え、とりわけ鉄道と蒸気船との積み替えに従事した。そこでの仕事を通じ、貨物と輸送について学び、昼は独立する。 ミシシッピ川が凍結する冬期間には蒸気船が通れないので輸送の競売に参加し運送契約を結ぶことに成功した。コートスネリングへの燃料用滝着の輸送であった。昼の輸送及び燃料供給の経験から石炭と蒸気船のビジネスにも参入した。1870年に蒸気船での輸送に参入し、2年後にはノーマン・キッドソン、 ノルマン・キッドソンと共に地域の輸送を占いした。石炭事業に乗り出したのは1867年で無塩炭を1000倍し、1874年までに事業規模を5倍に拡大した。同時に金融にも参入し、有名銀行の取締役となった。この時点でも彼はまだ自分の前途にあるビジネスチャンスをつかもうとしていた。時に倒産した企業を買い取り、再興し、 売却することで、莫大な利益を得ていた。こうした初期の成功は、彼の類いまれな性質によるものであった。その性質は、事業が世界的なものになる時も発揮された。第一に、彼は、猛烈に働き、努力した。ヒルによれば、成功の秘訣は、働くこと、それも激しく働くこと、知的に働くこと、もっと働くことと言っている。第二に、 ヒルは変質的に競争が好きであった。強大な敵を打ち負かすことは自尊心を満足させるものであった。第三にヒルは優秀なリーダーであった。ヒルはどんな新たな事業でもそのニュアンスを汲み取ることができた。ヒルの事業戦略は素晴らしく何人であろうとも説得された。これらの三つの性質がヒルに急激に強大な権力を持たせることにつながった。彼は 仕事の見通しを言い当てた。これらのことは、1877年に、ヒルが鉄道事業に参入したことに見ることができる。1857年、ミネアポリスセントクラウド鉄道、m s t c とミネソタパシフィック鉄道、M&P が設立された。m s t c については後述する。路線は、セントポールから西へ向かい、ミシシッピ川を渡り、 後に、双子都市と言われるようになる、ミネアポリス、当時は、セントポールと、州都争いをしており、両都市は反目していたを経て、ダコタ巡州との境界である、レッド川沿いのブレッケンリ地までの幹線と、ミシシッピ川手前で分岐し、ミシシッピ川に沿って、北上、クローウィングまでの支線が計画された。1862年、建設途中に資金繰りが悪化し、 M&P は倒産したが、それは形式的なもので、負債以外をすべて引き継いだ、セントポールパシフィック鉄道、STP&P が新たに設立され、資金を集めて一部開業にこぎつけた。1864年、経営陣の思惑の違いから視線が、ファーストディビジョンという別会社となった。それとは全く別に、1864年、 ワシントン準州の初代知事であるイザーク・スティーブンスの政府への働きかけにより、五大こと太平洋北部とを結ぶノーザンパシフィック鉄道、NP 設立特許が降りた。資金集めに難航し、1870年2月に着工。同年7月には、STP&P の株式の3分の2を取得して、同年末には、ファーストディビジョンが NP の子会社となる。 複雑な金融資本のしがらみから、これら三鉄道は合併はしていない。また、ここまでの流れには、ヒルは関与していない。なお、NP が太平洋岸までの建設を終了したのは1883年である。前述のように、資金難なのに、鉄道建設を進めた結果、1873年強行が起こる。多数の鉄道が倒産し、 STP&P も倒産した。NP は過労じて倒産を免れた。STP&P は前述の通り強いしがらみの中にあり、将来的な展望が開けない状況にあったが、この倒産劇はヒルにとっては絶好の機会であった。3年間、ヒルは STP&P を徹底的に調べると、STP&P は初期投資さえすれば、 利益を生み出せる鉄道であるとの結論に達した。ヒルは、ノーマン・キッドソン、ドナルド・スミス、ジョージ・スティーブン、ジョン・スチュワート・ケネディ、らと組んだ。彼らは鉄道を購入しただけではなく、線路通行券を NP に安価で提供し、相当な距離の路線の延長も果たした。1879年5月、ヒルら4人は、STP&P を生産、改組し、 セントポールミネアポリスマニトバ鉄道、通称マニトバ鉄道、STPM&M を設立。ヒルの最初の目標は、鉄道の延伸と改良であった。当時の見立てでは、ヒルは実践的な細かい点にこだわる経営者であった。ヒルは人々が沿線に住むことを欲し、まず家屋敷を人々に販売した後に移住させた。 彼はロシアから穀物の種子を輸入し、それを農家に販売した。また燃料用の木材も販売した。鉄道をどのルートで通すかを検討するときは、自ら馬に乗り、自身で偵察に行った。彼のマネジメントの下で、マニトバ鉄道は発展した。1880年には、マニトバ鉄道の価値は72万8千ドルだった。ものが、1885年にはに、 500万ドルになった。彼の試みの一つとして、連邦政府による介入を避けたことがある。もし合衆国政府が鉄道が莫大な利益を生むと、みなしたならば、政府は鉄道の運賃引下げを迫るに違いなかったが、昼は鉄道の利益は鉄道への投資へと還元することで、回避した。こうした投資は運営コストを増加させた。そして昼は、マニトバ鉄道の社長となり、 路線を拡大する方向に向かう。拡大する中で、ミネソタ州最初の鉄道の一つ、ミネアポリスセントクラウド鉄道、m s t c を買収する。そして、この小さな鉄道を、グレート・ノーザン鉄道と解消した。この小さな鉄道が巨大な鉄道システムとなっていた、マニトバ鉄道をリースする形をとり、あたかも持ち株会社と運営会社のような関係になった。 1883年から1889年の間に、ヒルはミネソタ州からウィスコンシン州、ノースダコタ州を通ってモンタナ州へと至る路線を建設した。その建設は、ヒルにインディアンの居住区を通過する鉄道の建設を許可するという議案への拒否権を大統領が発動するというような困難を乗り越えてのものであった。法は、 インディアン居住区への鉄道建設を禁じていたが、その法は、ヒルと同じブルボン民主党の立場に立つ、クリーブランド大統領により廃止された。ヒルが鉄道を敷設した時点では周辺に産業がなかったので、これを誘致した。場合によっては企業を買収し、工場を沿線に移設した。百八十九年までに、ヒルは自分の目標大陸横断鉄道の建設に、 定めた。ミネソタ州に鉄道の計画ができた時点では、そこまでの見通しはなかったものである。私たちが望むのは、最も将来性があり、距離が短く、平坦で、曲線が最小限の鉄道である。多大な経費をかけて、景観を維持しつつ、ロッキー山脈を越えるルートを建設することは、不可能であるとは、ヒルが語っていた言葉である。 1893年1月、グレート・ノーザン鉄道 GN が完成した。GN は、セントポールからミネソタ州を通り、シアトルを結ぶ1700マイル、2735キロメートルの鉄道となり、公的資金の助成や政府による土地の贈与なしで、建設された初めての大陸横断鉄道であった、従前の大陸横断鉄道には、政府による、 鉄道用地の無償供与などの便宜が図られていた。また、数少ない、倒産しなかった鉄道でもある。ルートは、競合する、ノーザンパシフィック鉄道、NP のさらに北に付設された。当時、すでに、NP は、多数の橋梁、急勾配、トンネル等を駆使して、太平洋岸北西部に到達していた。ルは自らルートの大部分の選定にあたり、 馬に乗って提案されたルートを踏破した。GN のルートの鍵となったのは、それまで地図に記載のなかったマリアス峠、標高1588メートルをルートに組み込んだことであった。マリアス峠は GN の主任技師であるジョン・フランク・スティーブンスが1889年12月に発見したもので、ロッキー山脈越えルートとしては NP のルートに比較して容易なルートであった。 GN が全通した半年後、1893年恐慌が起こった。ヒルのリーダーシップは、下落基調の経済状態においての資本集約の成功例となった。危機的状況になっても、事業を頓挫させないために、ヒルは農家に対して、鉄道の輸送運賃を低めに設定し、他の事業では信用販売を展開することで、従業員に賃金を支払うことができた。 また、節約も強力に進めており、ある年に、ヒルは貨物のトンあたりの運送費用を13%引き下げた。これらの手法により、ヒルの鉄道は倒産するどころか企業価値を上げ、1、0ドルに近くなった。一方、他のほぼすべての大陸横断鉄道は倒産した。このことにより、ヒルは名声と称賛を得た。強硬化でのヒルの成功はまた、 従業員の給与カットを繰り返したためである部分も大きかった。ヒルの細かなところまで管理する手法は、やがて鉄道全般のストライキと友人部デブスによ、労働組合結成を導いた。ヒルとデブスは創始者であるの調停により、従業員の給与を強行以前の水準に戻すという合意に至った。20世紀となった1901年、 ヒルは GN と NP の経営を握っていた。NP は1893年強行で倒産した際にヒルの友人であったジョンピア・ポント・モルガンの援助もあって獲得した鉄道であった。ヒルはまたシカゴ・バーリントンクインシー鉄道 CB&Q の経営権も欲しがった。なぜならば CB&Q は中西部とシカゴとを結んでいたからである。 ヒルにとって不幸なことに、GN と NP にとっての最大の競合相手である、ユニオンパシフィック鉄道、アップも CB&Q を獲得しようとしていた。両社の経営陣は、GN と NP は、ヒルとモルガン、アップは社長であるエドワード・ヘンリー・ハリマンとという陣営であった。アップのハリマンは、CB&Q のトップである、短期なチャールズ・エリオット・パーキンスと面会した。 CB&Q の経営権は、パーキンスによれば一株200ドルで、ハリマンが支払う予定だった金額より、はるかに高額であった。しかし、NP のヒルはその額に同意し、CB&Q は48.5%ずつ、GN と NP に分割された。NP と GN は提携しているため、ヒル陣営にとって特に問題はない。これに対して、ハリマンは、親会社である。 NP ごと CB&Q の経営権を得るという格策を開始した。その策略は、モルガンと敵対していた、投資銀行であるクーンローブ商会と、その頭取りにしてかつて、モルガンの強い影響下にあった銀行家、ジェイコブシフトもに進められた。ハリマンは密かに株を買い進めたため、4月から株価は急騰し、NP の重役までもが株を放出した。 1901年5月、NP 株がさらに急騰。これが1901年強行につながっていく。5月4日、ハリマンは NP 株の過半数に、あと4000株というところまで NP 株を買い進めており、残る4000株を何としてでも買い進めるように、空運動部省に命じたが、責任者にして、ユダヤ教徒であるシフが、寺院の礼拝に出席中であったために注文が、 実行されずにいた。同日、NP のヒルがこの動きを察知し、イタリアにバケーションに出かけていたモルガンに対処を尋ねると、価格を問わず15万株を買うようにと回答した。ハリマンは優先株をコントロールすることができたが、ヒルは会社の内気で普通株の株主たちが優先株の発行を拒否することができることを知っていた。このハリマンとヒルの複雑な株の売り買いが、 株式市場に混乱を引き起こした。土曜、月曜、火曜で NP の株価は70ドルも上がり、5月7日の終わり値は143ドル。翌日には200ドルを超えた。この動きに乗った、投機筋が近い将来の株価下落を見越しての、証券会社や金融会社から株を借り、空売りを始めた。株価の下落後に株を買い戻せば、その差額が利益となるためである。 しかし、NP 株は高騰し続けた。そのため、株を借りた、投機化はその代金を生産せねばならず、そのために他社の株の売却を始めた。その日のうちに他社の株は暴落した。翌5月8日、NP 株は1000ドルを超えた。その一方で、ニューヨーク証券取引所開設以来の大暴落が市場を襲い、それにつられて NP 株がついに下落した。 この混乱は、モルガンのパートナーであるジョージ・パーキンズと、シフ、もう一方の当事者であるハリマンとが共に動き、空売り側が一株150ドルで買い戻すことを許可することで収束に向かった。これを1901年強行という。また、これらの一連の動きを指して、ノーザンパシフィックコーナー、ノーザンパシフィック鉄道株買い締め事件という。結果として、ヒルト、 モルガン側が勝利を収めはしたが、翌年 NP、GN、CB&Q の持ち株会社ノーザンセキュリティーズ、北部証券会社を設立した。これにはハリマンやロックフェラーも参加した。しかし、1904年、反トラスト法の一つであるシャーマン法に抵職するという判決額だった。それまでの流れは、予信法廷では違法判決。 巡回裁判所では合法判決、そして最高裁では違法5対合法4、かつ違法とした側の一人は補足意見付きで違法判決というようなものであった。そうした経緯もあり、判決により解体こそ命令されなかったが、事実上利益の受け取りを禁止されたため、NP と GN の株を元の所有者に現在の資本比率に応じて返還。 99%減資を行った。これにより、ハリマンの持ち株比率は、以前よりも下がり、ヒルによる NPGN 支配は、より強固なものとなった。また、以後この三つの鉄道の協調体制は統合まで続くこととなった。ヒルは、テキサス州に通じるとスポケーン、ポートランドシアトル鉄道、SP&S を何とか獲得しようとしていた。 1916年に死亡するまで、昼は5、300万ドル、2007年の貨幣価値で言えば25億ドルの財産を成した。GN と NP は、都合4回、合併を検討している。1896年、1901年、1927年、そして1955年である。1955年の試みは、 1970年3月に合衆国最高裁判所が合併を認めるまで続き、同年にようやく合併を果たし、バーリントンローザン鉄道、BN が形成された。BN は後にアッチソン・トピカサンタフェ鉄道、アッツフと合併し、BNSF 鉄道となった。1867年、ヒルはメアリー・テレサ・ミーガン、メアリー・タース・サメ・ヘガンと結婚した。 メアリーは1846年ニューヨークの生まれであり、ヒルとの間に10人の子供を設けた。ニューヨークタイムズに掲載されたヒルの死亡記事によれば、ヒルはセントポールの自宅にて1916年5月29日に死亡した。77歳であった。ヒルの妻メアリーは1922年に死亡し、ミネソタ州ノースオークの湖のそばに、 ヒルと並んで埋葬された。後日、墓が荒らされることを避けるために、二人の墓はセントポールのレザレクション墓地に改装された。ヒルは美術品の熱心なコレクターであるとともに、講演者でもあった。ニューヨークタイムズの死亡記事によれば、ヒルは形状や色に関して鋭い芸術的センスと良質の思考を持っており、ヒルの美術品や、 宝石のコレクションはその地方随一のものであったという。ヒルのコレクションの大部分はミネアポリス美術館に陳列されている。その大部分は相続人より寄贈されたものである。1891年、建築に3年を要してヒルの邸宅がセントポールのサミット通りに完成した。400人を超える人数がこの邸宅建築に従事した。 建築費は93万ドルであり、建物の大きさは3万6千立方ヒート、1019立方メートル。セントポール最大の建物であった。ヒルの仕事の性質上、ヒルは設計や建築志向を自身で監督し、その途中で建築家を雇ったり、解雇したりした。邸宅は電気や機械を使用した極初期のもので、現代建築を先取りしたものであった。 妻の亡き後、邸宅はセントポールのローマカトリック司教に寄付され、後1978年にミネソタ史学会に譲渡された。今日では博物館及び展示館として使用されている。サミット通りの邸宅が完成した後、ヒルは1878年に建てた古い家を取り壊した。政治的にはヒルは銀行や鉄道が公演するブルボン民主党であった。 しかし、1893年強行を経て、民主党は、ポピュリストの指導者にして、銀行や鉄道への批判者であった、ウィリアム・ジェニングス・ライアンが君臨し、大統領候補にもなっていたために、ヒルは、大統領選においては、共和党のウィリアム・マッキンリー、1896年、1900年、セオドア・ルーズベルト、1904年、ウィリアム・タフト、1908年、 1912年の支援者となった。ヒルは自由貿易主義に立ち、カナダとの自由貿易を主張する数少ない一人であった。セントポールの図書館と隣接するヒルビジネスライブラリーのビルはどちらもヒルが資金を提供したものである。また、非常に多くの学校に寄付をしており、セントポール人学校の設立にあたって多額の出資をしている。セントポール大聖堂、 にも寄付している。ヒルはプロテスタントであり、一方、妻のメアリーは敬虔なカトリックであったが、そのメアリーもこれらの施設に多額の献金をしている。プロテスタントではあったが、ヒルはセントポールのカトリック教会との深い関係を続けた。ヒルの邸宅は大聖堂に隣接しており、妻がカトリックだったため、教区が設定されていた。ヒル家は大司教、ジョン・アイルランド。 との緊密な関係を続け、ヒルは、セントポール人学校、マカレスター大学、ハムライン大学、セントトーマス大学、カールトン大学などの教育機関、宗教組織等への主要な貢献者となった。また、ヒルは熱心な環境保護論者で、セオドア・ルーズベルトに、自然保護のための州知事会議に招聘された。後には、土地委員会にも任じられた。ヒルは、 彼の鉄道の運営を軌道に乗せるために、ヨーロッパ在住の人々に対し、沿線への移民を奨励した。ロシアやスカンディナビアの人々には、ヨーロッパまでの交通費を支給した。移民と鉄道収入増大の促進のために、ヒルはロシアの小麦をダコタの土壌と気候に適応させる実験を重ねた。そのために、ミネソタ州ノースオークに実験農場を作った。 1887年 GN の本社がセントポールに建設された。その設計はヒルのサミット通りの自宅を建てたジェームス・ブロディであった。このビルは2000年から2004年にかけて改装され、53ユニットのコンドミニアムとなった。1871年のシカゴ大化に鑑みて、ヒルはこの本社ビルの天井はレンガとレールを使用したタル型ボールと似ており、それらは 数インチの砂の層を支えていた。この処置により、万が一火災が発生しても砂が炎症を遅らせるか、あるいは消火するようになっていた。1914年から1916年にかけて、ヒルは新たな本社ビルを設計、建設した。これは、後のグレート、ノーザン本社ビルとなり、GN、NP、そしてヒルの銀行事業が入居した。 この14階建てのビルの建設には1、400万ドルかかり、ホシェイタワーが1929年にできるまで、双子都市、ミネアポリスとセントポールで最も高さのある建物であった。ヒルの相続人は、セントポールに、ジェームス・ J ・ヒル・レファレンス・ライブラリーを設立した。これは、連邦中小企業庁、SBA、 が特に優れた資料であるとして、多くの SBA のプログラムが、ヒルライブラリーのヒルサーチサービス、http://www.hilsearch.org に拠しているほどである。ヒルライブラリーは膨大なオンラインプログラムを開発し、100万を超える世界中の中小企業オーナーに資料を提供している。 h t t p w w w j j h i l o r g s a s h r e s e r c h 連合国は第一次世界大戦で最初の大打撃を受けた後、軍事体制を維持するための資金不足に陥った。1915年、モルガンは5億ドルのアングロフレンチ融資を仲介し、それによって連合国軍は、 両末や物資を購入することができ、アメリカは軍事特需より前年の強行から脱することができた。ヒルはアイアンレンジ、メサビ鉄山を含むミネソタ州の鉄鉱石の一大産出地の開発にもかんでいる。さらに、1911年から1912年の間にはブラジルの資源に目をつけ、ブラジル鉄鉱石会社の設立のために、 ベアリングス銀行のガスパード・フェアラーに接近している。ノース・ダコタ州、ヒルズボロ、モンタナ州ヒル郡、ワシントン州ヒルヤードなどはヒルにちなんだ名称である。また、有名な列車名にもヒルにちなみものがある。1929年から走り続けているエンパイア・ビルダーはそれで、GN のこの機関列車はヒルの愛称にちなんで名付けた。 この列車はアムトラックになっても走り続けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。